どうも皆さん、こんにちは。ジャックバスです。本日は、2017年10月の31日、ハロウィンパレードを今回紹介させていただきたいなと思います。まあ、タイトルを見ていただいた通りですね、なんでこのハロウィンパレードプラスニューヨークのお手洗い市場というダブルネームになっているかというと、ハロウィンパレードですね、ずっと音楽がかかってるんですね。まあ、基本的にスリラー、マイケル・ジャクソンのスリラーが、まあ、こういろんなところで流れているんですけども、残念ながらですね、 YouTube でそれをそのまま入れることは著作権の関係でできないんですね。なので今回ダブルネームにさせていただきました。ニューヨークのハロウィンパレード、これも、このホッシーのわざわざ着ぐるみを着てる方たちなんですけども、クオリティが本当にすごくてですね、本当に楽しかったです。まあ、ニューヨークに行かれる方、まあもちろん時期時期でね、この時期にしか行けないっていうのはもちろんあるかと思うんですけども、本当に私が、参加させていただいたですね、パレードが一番面白かったので、ぜひこのハロウィンパレード、まあ、こちらも10月の最終日っていうのも日付が固定されてしまうんですけども、ぜひね、合わせられる方はぜひ行っていただけたらなと思います。そのぐらいクオリティが高い人が多かったので、面白かったです。でですね、このニューヨークのお手洗い事情っていうのは、結構深刻な問題で、まあ、ニューヨークに、まあ、観光してるにあたって、やはり、ある程度ね、お手洗い、必要になってくるかと思うんですけども、まあ、デパートとか、エンパイアステートビル、ロックフェラーセンター、まあそういう大きい観光施設は、まあ、その場にあるからいいんですけども、まあ、どっかからどっかまで移動している間、なんかそういう時のお手洗い事情って結構大変。あとは公園ですよね。セントラルパークとか、まあブライアントパークとか、いろんな公園ありますけど、公園にも一応トイレはあるんですけど、大前提として頭に入れておいていただきたいのは、基本的にお手洗いというのは犯罪の温床になり得るっていうことですよね。まあ私は男で、まあ駅構内、まあ、公園とかお手洗い基本的に利用するんですけども、やっぱり不老者の方いますので、まあ何ですか、基本的にはやっぱりある程度緊張感があるんですよね。それだけぜひ押さえておいていただきたいと思う。というのもですね、女性の方、特に女性の方はお手洗いというのは本当に犯罪が起きる場所ということで、頭に入れておきたい、入れておいていただきたいのと、あとですね、公園のトイレもセントラルパーク等々で無料開放されてるお手洗いが結構あるんですけども、本当に心配な方は利用しないことをお勧めします。ではじゃあどこを利用するかというと、本当に日本に行く前にお手洗いの場所、まあ、抑えておくという場合よりかは、まあ、ここで利用しておこうみたいな検討ぐらい経っていくと本当にいいと思います。まあ、どのタイミングで行きたくなるかなってわからないんで、まあ、その場で倒せるのもいいんですけども、第一に、ホテルのホテル、まあ、それ宿泊しているホテルだけではなくて、ニューヨークは、まあ、アメリカ、まあ、全土かどうかわかんないですけど、ニューヨークにいた方は、まあ、ホテルの、そのことですね、パブリックスペースとなっておりまして、基本的に無料開放が法律で義務付けられている。なので、
お手洗いを基本的に借りれるというのを決めたい。まあ、基本的にまあ黙って入って利用しちゃって大丈夫だと思うんですけども、まあ私はいつもそうしてるんですけども、まあ、それでも、ね、基本的に怒られるようなことはないので、まあなんか聞かれたらお手洗いで借りに行きましたって言えば、基本的になんか言われることはないかと思います。それはホテルのお手洗いですね。あとは、デパートですね。ブルーミングデイズ。まあ、その他のものもありますけど、大きいショッピングモール、まあ、基本的にお手洗い大丈夫と思います。あとは観光スポット。で、最後に、まあ、ニューヨーク一度行かれた方は困ると思うんですけども、ニューヨークってスターバックス、本当にたくさんあるんですね。本当にたくさんあります。あ、ここにもあった、あそこにもあるぐらいの勢いでスターバックスありますので、まあ、私はこのニューヨークに去年の10月の終わりから11月、まあそんなことなかったんですけど、その後に一回ニューヨークじゃなくてスターバックスで一回人差別的な思わせるような事件が起きましたね。それを受けてですね、スターバックスの社長がトイレを無料開放する。要は、本来は、カフェを利用していただいたお客様のみにお手洗いを開放してたんですが、これからは、スターバックスを利用しない方でお手洗いを無料開放するっていうことをしていきますと宣言しましたので、そういう意味で、スターバックスのお手洗いを、まあ、無料で使えるいう認識で大丈夫だと思うんですよね。まあぜひ、ね、ニューヨークのスターバックスのお手洗い、基本的に暗証番号がかかってるのがちょこちょこありますので、まあそれは店員さんに聞いてもらって、お手洗いを使いたいと申し出ていただければ、基本的にその暗証番号を教えてもらえると思いますので、それで利用をお勧めしております。まあ特に女性の方なの、方ですね、注意していただきたいのは、やたらめったら、駅、公園などの手洗いは利用しない。本当にこれだけは抑えてください。まあ、特に一人で行かれている方、まあ、ですよね。ここに気をつけていただきたいなと思います。あとは、観光スポットを出る前に、一応手洗い確認をお互いするくらいの気持ちは持っていた方が、その後の、ね、観光に支障をきたさないと思いますので、おすすめとさせていただいております。今こちらは完全にゾンビが渋滞している状況なんですけども、こちらですね、ちょうど入り口付近でなかなか前に進まなくてですね、結構渋滞もしておりました。で、いろんなメディアのね、カメラの方も本当にたくさん来てまして、だからちょっと私の声はいらなくなると思うんですね。このまま平回しにしちゃいますけども、ぜひね、ニューヨークハロウィンパレード感じるちょっと音声は入れられないんですけども、楽しんでいただけたらなと思います。ぜひ、ね、最後まで楽しんでいっていただきたいと思います。I'm not able to see him.